こんにちは漫画やイラストの背景をブレンダーで作成していくにあたりブレンダーを分かりやすくそして操作をしやすくするためにまず最初にしておくべき設定の話をしていきます少し設定を変えるだけではありますがブレンダーへの心理的ハードルや操作によって生じるストレスを軽減することができますのでぜひ参考にしてみてくださいまずは日本語化から始めたいと思いますが バージョン2.8では初回起動時に言語選択画面が現れます。ここで変えてもいいのですが、細かい設定もありますので、今回はプリファレンスから変更するやり方を紹介します。メニューの EditPreferencesInterfaceTranslation ここに言語設定があります。日本語化します。 ここで注意が必要なのが、この新規データというところです。この新規データというのは、新しくオブジェクトなどを作ったときに付けられる名前のことです。試しに作ってみましょう。立方体という名前になっています。ここが日本語だと不具合が起きる可能性があるらしいので、 新規データはオフにしておきましょうオフにした状態で作るとキューブという名前で立方体が作成されました基本的にはファイルやオブジェクトテクスチャなどの名前は英語にしておいた方が無難だと思います続いてテーマ こちらは UI のテキストサイズや色などを自由にいじることができます。こんな感じです。モニターによっては文字が小さくて見づらいこともあるかと思いますのでインターフェースの解像度スケールこちらで全体を調整しても良いかと思います。 続いて入力。使用しているキーボードやマウスにもよりますが、点キーのないキーボード、例えば Mac のマジックキーボードなどを使用している場合、こちらの点キーを模倣にチェックを入れておきましょう。キーボード上部の数字キーでも、点キーと同じような操作ができるようになります。3ボタンマウスを再現。こちらも、 マウスによってはチェックを入れておきましょう。続いて視点の操作。選択部分を中心に回転。チェックを外した状態で回転させてみましょう。こんな感じです。チェックを入れると、選択した部分を中心に回転します。 自動パース、こちらは好みもありますが、個人的には外しておくのがおすすめです。これは平行投影。このように 3D を平面的に見る視点のことですが、この状態から動かしたとき、自動で投資投影に戻る機能です。こんな感じです。好みもあるかとは思いますが、 個人的に結構ストレスになるので外していますキーマップこちらはショートカットを設定することができます慣れてきたら自分が使いやすいように設定しましょう最後にシステム Undo の回数が32になっていますがこれでは少し少ないので100から200程度にしておくと良いと思います という感じで自分好みに設定ができたらプリファレンスを保存しておきましょう次回開いた時も同じ設定で始められますこちらの自動保存これは好みで良いかと思いますせっかくなのでスタートアップファイルの説明もしておきましょうファイル デフフォルルト、トスタートアップファイルを保存今この UI のレイアウトやオブジェクトが初期設定に保存されて次回から Blender を開いたときにこの状態で始められます例えばこのような状態で始めたい時ここで保存しておくと次回からこの状態から始められます 自分が使いやすい初期状態にして保存しておけば、作業もはかどると思います。以上で最初にやっておくべき初期設定の話を終わります。このチャンネルでは、みんながもっと楽に漫画やイラストを描けるようになるお手伝いができればと思います。ここが知りたい、ここを解説してほしい、など要望がありましたら、ぜひコメントをお寄せください。 ファンボックスでは基本無料でよりマニアックなブレンダーや作画の話もしていますので興味のある方はそちらもご覧くださいそれでは次の動画でお会いしましょうさようなら